プッちゃんだよ。今日はプッちゃんと宿が来てる。今日は5時ぐらいに来たわ。昨日ね、ブーちゃん宿川来たんだけどね、キシはね、カートにすんなり乗ってくれて、あ、よかったよかっただったんだけど、帰りのね、大丈夫あら、誰か噂してるわ、ブーちゃん何言ってんのこれ。あ、木の根を食べてるのか、こすってるのか。かゆいのか。ね、昨日ね、帰りの踏切でね、カート乗せるときね、もうすごく30分、20分から30分ぐらいかかったかな。もうね、夕方6時半ぐらいだったけども、僕は汗びっしょりになったわ。ね、食パンしか持って行ってなかったからね、それでね、機嫌損ねて乗ってくれなかったのかもしれないけどね。もうね、知り合いのおばあちゃんがいたからね、すいません、ちょっとリード持っててくださいリード持っててねって言って、すぐ家とバナナ取りに帰ってね、バナナで誘導してカート乗せたわ。もうぶーちゃん宿は無理かもしれないわね。え、踏切だね。僕のね、家の近所の踏切ね、レールにね、微量な電気が流れてるの。昔ね、ブーちゃんがバチって言ってギャーって言って、もうそっから乗らなくなってね、もう1年半ぐらい経ったかな。困るわ。